はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。今から運転のカット撮るみたいなんで、ちょっと僕運転しながら、撮影の方していきたいと思います。今ね、漁港に到着しました。今からまあ漁港のカットで、なんか魚をなんか見ながら買うみたいなカットを撮っていくんで、まあ、バーベキューですねの素材を買ってみたいと思います。いきます。よーい、スタート。終わりました。お疲れ様です。いや本当にいろんな人のご協力あってなんで、まあ、実際にこの CM っていうか、まあ、動画作るので、まあ、どういう風な形でどういう人たちが作ってるのかみたいなところが皆さんにお伝えできればなと思っているので、まあ、あの撮り方とかそういうのが分かれば嬉しいかなと思って回してもらってます。いらない。はい、はい、どうぞお願いします。はい、やばかったね。タイはマジで食べたいってね。最後のシーンのグランピングはもうそろそろです。確かに魚を、昼買った魚どういう感じになってるのかすげえ楽しみですね。行きましょう。はい、行きましょう。レッツゴー。そうそう、今から何やるんですか。インタビューの音声撮りらしいです。音声撮りでいいですか。音声ナレーション撮りですかね。ナレーション撮り。質問が書きにくいっす。パソコンありますよ。あ、全然大丈夫です。はい、皆さんこんにちは、ゾロさんです。おーい。じゃあ回してください。はい、終わりました。映像クリエイターとしての活動が多いですね、最近は。得した、まあ、自分の好きなものに囲まれていたいっていうお話なのかな。トーンになっちゃってるんで、一応これ標準に合わせちゃっていいですか。はい、ここだけだと気持ち悪いから。毎日を埋め尽くしていきたいですね。埋め尽くしていきたいですね。はい、はい、埋め尽くしていきたいですね。こうやって自分が満足するもので毎日を埋め尽くしていきたいですね。関西弁。あ、やばい。毎日を埋め尽くしていきたいですね。毎日を埋め尽くしていきたいですね。もうちょっと。毎日を埋め尽くしていきたいですね。毎日を埋め尽くしていきたいですね。いけたかな。うん、OK だと思う。ギリギリやな。マジ、まあ、料理もしないんで。おー、さすが、いい手さばきです。料理がめちゃくちゃうまそう。横で、うわ、横で湿った。あ、うまそうやね、それ。横で湿った。じゃあ、カタパッタはちょっと後ろから持ってきましょうか。テーブルあたりが。はい、カット。いいと思います。はい、すげー。本日の撮影すべて終了です。ありがとうございます。
いや、一日いろんな経験させていただきました、本当。実際その、まあ、どういう風に映像ができてるかとか、まあ、裏側とか結構なこう、まあ、機材とかいろんな人が動いてできてるみたいなところを、まあ、少しでも、まあ、あの見ていただけるようになったかなと思うんで、まあ、そういったものとかもですね、今後、まあ、さあの僕が、撮影してる裏側とかですね、まあ、こういったその動画のインタビュー動画とか CM 動画みたいな裏側も、まあ、ちょくちょく今後は配信していきたいと思ってるんで、ぜひ、ね、皆さんチェックしていただければと思います。以上になります。ぜひ皆さん動画見てください。以上です。お疲れ様でした。